休日の現場でのメモ。MC で言ったこととかかな。あ、そうかもね。すごい、クリスマスだ。よいしょ。うわ、包丁、包丁。乱切りです。乱切りって好き。こう適当に切っておおってなる。わかるかな、この気持ち。適当に切ってるんだけど、ちょっと狙うじゃないですか、いい具合を。で、いい具合に切れた時のなんか気持ちよさ。うん。ああ、落ちた。転がるよね。玉ねぎ好きだけど1個でいっかな。こうやってね、入れすぎて多くなるんだよね。あ、お腹空いたよ。絶対ご飯と食べるんだ、これは。もう超美味しいのが想像できてるんです。私の好きな味、私の大好きな味がもう想像できているので。パンでも美味しいけど、ちょっとご飯、私はご飯でいっちゃうタイプだよ。2個いっちゃおうかな。だってさ、玉ねぎってさ、あればあるほど美味しくないか。いや、でも2個は多い。いや、でも私は玉ねぎを入れたい。ネギを2個いっちゃおう。うん、ちっちゃいし。いっちゃおう。ネギも大好き。玉ねぎも大好き。結局こういうなんか香味野菜、枝
玉ねぎも香味野菜だよね。香味野菜最高。にんにく、玉ねぎ、生姜、さすがに多いので半分ラップにしよう。で、玉ねぎを炒めます。オリーブオイル、やば、お腹減ったって。ほうれん草、群馬県産。ほうれん草大好き。ほうれん草どうしようかな。ほうれん草、ほうれん草を洗った。もうちょい洗う。これ以上を下茹でします。なんか下茹でとかって本当にめんどくさいけど、ほうれん草はすごい好きだから下茹でしてもいいって思える。ほうれん草ならっていうくらいほうれん草好きです。信頼してるほうれん草を。小松菜とか塗ってもいいんだけど、それでもなんかほうれん草が好き何言ってんだろう。ほうれん草への愛を語ってます。なんでだろう、なんか美味しいよね。
私はいつもこうやって箸にここ刺してこうやってあげてる。それは熱い。ちょうどいい量ですね。よいしょ。はい、ほうれん草切った。置いとく。したら、じゃあベーコン切ります。なんかベーコンがなくて、なんでですか？ベーコンって今ないんですか？なんかさ、四角いブロックのベーコンがやっぱなくてさ、でも厚切りがいいから、どうしてもなんか厚切りのベーコンを探しました。四角いのが良かったんですよ、私はね。あ、美味しい。どうしようかな。どうしよう。全部入れちゃう？全部入れちゃうかな。うん。いや、残そうかな、ちょっと。残して違うとこで活用しよう。独り言です。ずっと。町中華。中華出たの？出てない、出てないんですけど、いただいた。出たい。町中華でやろうぜ。このネギはしっかり炒めたいです。ご飯炊きます。
クラムチャウダーか迷ったんだけど、ちょっと冷蔵庫にあるものを見つけたのでそれを使わなきゃと思って。ベーコンも入れちゃうかな。入れた。待って、その冷蔵庫携帯にも。あ、よかった。賞味期限とか大丈夫かなと思ったけど大丈夫だ。私今日スーパーで見たことない野菜見つけました。写真撮ったんだけど名前忘れちゃった。なんか見たことない野菜とか見つけたらね写真撮るのが好きなんですけど、なんか見たことはあっても珍しいとか名前は知ってるとか、あーこういうのあるよねみたいなの多いけど、今日のは本当に見たことなかった。だって名前覚えてないもん。人参、じゃがいもも入れちゃう。入れた。塩振って。塩振って美味しく炒めます。何作ってんのって感じですよね。作ろうと思ったのにマカロニないや。ストックあると思ったのになかったです。ストック、ないんかい。ないの。嘘、これ何回目。何回目なんだこれ。何回。ないです。じゃあベーコン入れちゃおう。マカロニサラダにしようと思って残したけど使っちゃったのかな。じゃ
何度。えぇ、凍っちゃったんだ。そうなんだ。でも入れちゃったから今から見ついい焼き色がつくまで炒めるのが好きなんですよね。焦げ目というか焼き色、焼き色大事。ではですね、私が今日使いたかったものを発表します。じゃん、こちら完熟トマトのパスタソース、オニオンガーリック、トマト、玉ねぎ、ニンニク、食塩、砂糖でできているパスタソースですね。賞味期限は大丈夫、2024年。これを使います。ずっとね冷蔵庫にあって、待って待って、これ匂いつく、すごい匂いつきそう。ずっと冷蔵庫にあって、使ってなかったので使います。これを使ってソース、トマトシチュー好きなんです。大好き、トマトのシチューが。だから玉ねぎ、じゃがいも、人参、ベーコン炒めて、これでパスタは作んないよ。もうね、こういうパスタソースを入れたシチューが本当に好き、美味しい。だってニンニクトマトだよ、ニンニクトマトのさシチューだよ。ニンニク好き、トマト好き、シチュー好き、もう完璧なの。程よい、なんだろう、甘い、程よいです。あんまりガツンとニンニクがしない、野菜をこのトマトのパスタソースで炒めて、そうなんてものは適当です。適当、入れちゃおうかな。色になるよ、シチューが。
このソーススーパーにあったら買おう。私もこれ初めて見た。いやこれじゃなくてもこういうなんかあるじゃん、よくあるじゃないですか、瓶に入ってるのとか、そういうのも使ったりする。あのパスタソース屋さんみたいなのありません？瓶に入った、そこのトマトのガーリックで海鮮だったかな、前使ったの。そのソースが超美味しくて、それでシチュー作ったことも結構あるけど、これは初めて使うけど、オニオンガーリックトマトソースって当たり前に美味しいですよね。美味しそう。ね、エプロンした方がいいかな。飛ぶよね。絶対飛ぶよね。てかもう飛んでるよね。なんかよくわかんないじゃないけど、どうなってるか。よし。で、なんとなく炒めて、いい感じになんか一体感が出たので。溜まる前に洗う。絶対。トマトシチュー珍しい。食べたことないから食べたい。そうかな。スープストックとかにもある気がするよ。トマトスープ、トマトシチュー。ないかな。Thank you.
お腹すいた。時間かかるよね。煮込む時間。よいしょ。え？どうしよう、お腹すいた。もう食べました？ご飯。食べた。みんな食べた。あ、痛い。っていうか、うん、この間転んだんですよ。そこがね、痛いんです。自分が悪いの、自分だけが悪いの。その転んだ理由とか怪我したのは、怪我？うん、本当に自分だけが悪いんです。そう、スマホも割れたぐらいの衝動、衝撃で今はすごく大きなあざで見えないんですけど、見えないところなんですけど、自分だけが悪いの、本当に。だから自分のせいでしかない。でもその転んだ日はね、もう歩けないから、歩けないぐらい痛くなっちゃったから、あ、もうこれダメだ、公園出れないって思ったんです。え、公園出れませんわって思ったんですけど、昨日になったらすごい全然痛くなくて、踊ってても痛くなくて、走っても痛くなくて、え、治ったと思ったら今日すごく痛くなっちゃって、50メートル歩いたら50メートル中1回は痛くて時が止まる。なんかあって分かりますか？痛いって時止まる瞬間がある。恥ずかしい、痛って言っちゃうもん歩きながら。でも転んだ初日とその次の日の方が痛かったから大丈夫。お尻です。腰じゃない、お尻。だから昨日さやりんとかせいちゃんとか
め、あ、衣装さんとかにあのお尻のあざを見せびらかしてた見てって言って、これがもし人のせいとかで転んだらもう痛いなんて言えないけど、自分のせいなので言いまくってる。治りが遅いのかな、やっぱり年を重ねると。昨日公演が中止になるかもだったんですよ。なんか私久しぶりの公演が不安で早めに劇場入ったら、あ、清水さんみたいな、ちょっと中止になるかもしれないんで待っててくださいって言われて、あの久々の公演を練習しようと思って早く劇場行ったのに待っててくださいって言われちゃって、もう中止になりますみたいになったから、あ、じゃあお尻も痛いしなんかちょうどよかったみたいに思ったら、やっぱやりますってなって、で心配だから早く入ったのに、あの中止になりますって言われて練習しないで待ってたらやっぱやりますってなったから、しかも時間もなく変更も多かったから、なんか早く入った意味がなさすぎたんですよ、練習するために行ったのに。で、あ、これ本番やばいって思ったけど、あの逆に6人バージョンになったので、あの逆に良かった。あと意外と覚えてた、1ヶ月経ったら忘れちゃってるかなと思ったけど意外と。でもなんか6人新鮮で楽しかった。6人バージョンってどうなっちゃうのって思ったんですけど、みんなでなんとか乗り切った。だけどやっぱりさ、見に来てくれた方からしたらさ、いつもより曲数少ないしメンバーも少ないしさ、せっかく来たのになってなりますよね。すごいね、申し訳なかったです。半額とかにしてほしかった。寂しいですね、6人って少なって思ったもん。だし急遽だったから立ち位置変えられないままやった曲とかもあって、そういう場合はなんか上手に自分一人とかあって寂しいってなりました。レアな公演も喜び、そう、なんかそうやって皆さん言ってくれて優しいって思った。なんかせっかく来たのに、せっかく当たったのに、人も曲も少ないじゃないかってなっちゃうと思ってたんですけど、皆さんなんかレアな公演見れてラッキーみたいな、プレゼントもらえてラッキーみたいにポジティブに捉えてくれたので本当に優しい、ありがとうございました。レアすぎるよね、ユニットないみたいな。のぶどう味とか梨味ってもちろんぶどうとか梨の味しないじゃないですか。お菓子のぶどう味の味がするじゃないですか。梨も
梨ジュースとかも梨味の味がするけど、このプレミアムシリーズはちゃんと梨の味がする。梨の味とかぶどうの味、ちゃんと果物の味がする。梨味じゃないんです、梨の味がするの。感動。ラ・フランス香水20世紀梨。あるコンビニとないコンビニある。おすすめ。おいしい。トマト入れすぎたな。じゃあトマトスープになっちゃう。味見してみよう。すぎじゃない。美味しい。うん、もっとトマトの味していいかもってぐらい。まだかな、まだ人参が硬いかな。ニコも。喋ろう。鍋だと何鍋が好き？普通のも好き。普通でポン酢で食べるのも好きだし、ごま豆乳鍋美味しいよね。チゲ鍋辛すぎなきゃ好き。トマト鍋とか食べたことないかも。トマト鍋とかカレー鍋とかも食べたことない。もつ鍋も食べたことない。あと何鍋があるの？辛いのは苦手？好きだけど。なんだけど辛すぎると食べれない。いやでも人より辛さに弱いと思う。私は持つ鍋食べてみたいんだよね。家帰ったら絶対あるし、もらうし、あげるし、自分も。
うん、群馬のですよ、これは自慢、群馬の誇り、サラダ。ホワイトチョコのが好き。こちらホワイトチョコですね。ホワイトチョコがコーティングしてあります。めちゃめちゃ美味しい。でこちら、チョコです。こちら金箔が乗ってます。めちゃめちゃ美味しいです。冬限定、溶けちゃうから冬限定、今しか食べれない。超美味しい、本当に美味しい。この普通のラスクよりもお値段しますけれども、本当に美味しい。そしてグーテデレーヌ、わがままな女王様のために薄くスライスした繊細なラスクでレーズンクリームを挟んだお菓子です。口の中でサクサクと奏でられる食感と優しくとろけるクリーム、レーズンの香りが生み出す贅沢なアンサンブルをお楽しみください。また暑い時期には冷やすとより一層美味しく召し上がれました。って、開けてない。私はレーズンが苦手だと思ってるので、まだ食べてない。高級そう。もう全部もらってる。もう、これはどこでもらったかな。いや、すごいもらう。お仕事で差し入れとかで、こんなでっかい箱でもらって、あ、ママから送られてきたりもした。ママから送られてきたのはこちら、ぐんまちゃんパッケージ。ねえ、全種類あるんじゃないか。これぐんまちゃんパッケージ、かわいい。普通の味です。で、あの東京駅の店舗に行きます、あ、東京なんですけれども、東京駅の店舗に行きますとその場で食べれるスイーツもあります。なんかチョコのかかった美味しいスイーツがその場で作ってもらって食べれたりします。で、東京駅にはこうやってね、一個一個売ってるんですよ。で、自分の好きな量だけ一個ずつ買って、それを自分の好きなバッグの種類が、ここにちっちゃいバッグなんだけど、バッグの種類が20種類ぐらいあって、その好きなバッグを選んでそこに詰めて人にプレゼントしたりできるんです。4つぐらい入るバッグとか、8個ぐらい入るバッグかな、これがね。それをいろんな種類のバッグがあるから、そこに詰めてこうやってプレゼントできます。私はそれプレゼントしました。あのドラマのクランクアップの日に、撮影部とか録音部とか、そう部に分けて、こうちっちゃいバッグでありがとうございましたって言ってね。超おすすめ。ワンピースの限定パッケージも持ってないです。持ってないんだけど、そう、ポケモンとかね、ワンピースとかね、コラボするんですよね、カンカンがね。で、そのカンカンが売り切れちゃったりするので、私の本当におすすめはこのちっちゃいバッグ。これ女の子は絶対好き。だって私はすごいときめくの。こうやっていっぱい並んでる中から、じゃあこれとこれとこれにしようって決めて、それを自分で、じゃあこのバッグって決めたやつにこうやって入れて、自分でこう閉じてやるんですよ。それが楽しい。なんか自分で選んで詰めてみたいな。おすすめです。東京駅以外にもあるのかな、わかんない。その詰めるやつはね、このラスク以外にもサブレとかあります。あとは、まあ、いっぱいある。
ガトーショコラみたいなのとかいっぱいある。ほんといろんなものがある。おすすめです。あー、ぶなしめじ入れ忘れてた。今から入れる。うわ、炒めたかった。マジか、炒めてから入れようかな。ぶなしめじ忘れてたよ。ぶなしめじ炒めてから入れよう。せっかくだからバターで炒めよう。あー、ぶなしめじ忘れてた。大事ですよね。キノコがあるとないと違う。ぜひ行ってみてください。東京駅行った時は駅の中だよ、改札の中。その改札の中すごいじゃないですか。今の東京駅ってそのラスクのあるゾーンの近くにある餃子屋さん大好き。なんかね、王道餃子じゃないんですけど、丸いホワイト餃子って感じかな、どっちかっていうと。いや、そういうわけでもないんだけど、もっちり、ジューシーって感じの餃子屋さんで、あのね、醤油とかスプレーでかけるの。いや、ほんと東京駅広すぎてどこのことって感じだと思うんだけど、この原田のラスクのゾーンになります。お会計は現金できないのでお気をつけください。スタンドウーロンみたいなのものだったかな。ちょっと美味しい。でもやっぱ仕事帰りのサラリーマンで混んでるイメージ。大事、よかった入れて。そしたらシチューの粉、シチューの粉に頼ります。ここはでもトマトで味付いてるからこのパッケージ通りの量入れたらちょっとあれかな、あれだと思う。もう分かんないけど適当です。
昔シチュー大好きすぎて丼レンゲで食べてた。丼にシチューとご飯入れてレンゲで食べてた。好きすぎてシチューが。私はシチューご飯いけるタイプです。皆さんどうですか？シチューにはパンですか？なん？カレー以外でナン食べる人いるんだ。ナン美味しいよね。給食でナン出たな。ちっちゃいな。今セブンイレブンにナンありますよね。酸味最高。え、美味しすぎ。いいね。こんなもんかな。入れすぎてもね。でもこれ写真撮っても映えなそう。だってピンク色のシチューだもん。ただのパンとかの方が映えたよね。パンの隣にこのシチュー置いてさ。結局味はさ、店なんか教えられないじゃないですか、写真じゃないとさ。トマトってね。あ、すごいこぼした。綺麗、綺麗な色。あ、牛乳あるのに開けちゃった。新しいの。味見。する。味見するために VSDS。 待って、止まんない。美味しい。
ちょっと待って、止まんないよ。最高。トマトクリームパスタってあるじゃないですか。それの煮込み版って感じ。トマトクリームパスタも好きなの。だからもう私はトマトクリームが好きなんだ。うん、このままでもいい気もするけど、もうちょいシチュー感強くしようかな。多いかな、しつこい。もったりしちゃう。だって美味しいんだもん。うん、絶対入れすぎてる気がするよ。まあまあまあ、美味しいからいっか。やば。美味しそう。大好き。チキンとか煮込んでも、そうそう悩んだの、チキンにするか。でもベーコンってね、ベーコンにしようって思っちゃったからさ。ほうれん草、ほうれん草は後からのせるでも良さそう。だけどめんどくさいから入れちゃおう。わ、綺麗。大事、彩り。あ、味見のお皿入れちゃった。もう味見できないってこと？めっちゃ綺麗。新トロ。うわー、全然映えない。すごく伝わらないこの美味しさが。悔しいな。ね、全然伝わらない。全然美味しそうじゃない、うん、でも間違いなく美味しいです。こちらはよし、できた。なんとか映えさせて写真撮りたいな。できました。全然見せてあげられなくてすいません。アマリリス、なに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 、みんなしてアマリリス。うちの炊飯器と同じ音でビビった。そうなんです、この配信はみんな、ん、自分かなって思います。
配信炊けたのかなって錯覚しちゃう。みんな同じ音ね。えすごい飛び散ってる、やだ。よし、では盛り付けて写真撮って送ります。やばい、メールいっぱい送るって言ったのに。送ります、いっぱい、まだまだ送る。やばい、タイムリミット。じゃあ明日、明後日はハニハモの配信があります。久しぶりに久しぶりにお休み、ハニーハモニーあります。ぜひ見てください。でクリスマス、え明日22、明後日23、しあさってクリスマスイブ。わお、もう年末じゃん、やばい、やば、年末ジャンボ買いました？私は買ってない、買ってみようかな、もう遅い。え、みんな買ってる、楽しそう。え、そうなんだ、え、買ってみようかな。じゃあ、え、金曜まで、え、すごい、みんな詳しい、マジ？え、買おうかな、え、買うかも、買うかもしんない。すごい、とっくにみんなすごい買ってる。え、楽しそう、イベントだよね宝くじって。やってみよう。クリスマス24、だからしあさってからお話し会配信もします。で26日はあのオールナイトできませんスペシャルをやろうと思います。でこの前までやってたお料理選抜のありがとう配信もしたいんですけど、貢献度ランキングの一覧みたいのいただいたので、それも揃ったからありがとう配信できると思ったけど、せっかくならその結果発表の放送が終わってからの方がいいのかなと思って悩んでます、いつやるかっていう感じです。お話し会待ってます、クリスマスの。ではランキングを読みます。なんかお菓子でお腹満足しちゃった。20位、ホアン、ありがとう。19位、フット群マニア、ありがとう。18位、ソウスケ群マニア、ありがとう。17位、電車さん群マニア、ありがとう。16位、ケンケン、ありがとう。15位、星羊、ありがとうございます。14位、ジャン群マニア、ありがとうございます。13位、ジェリー、ありがとうございます。12位、ひろのり群マニア、ありがとう。11位、トッチー、ありがとう。10位、スーパーアルス、ありがとうございます。9位、低反応なレイ、ありがとうございます。8位、スミキョウ群マニア、ありがとうございます。7位、チャー群マニア、ありがとうございます。6位、ミヤコブルー群マニア研究生、ありがとうございます。5位、おやちゃん、ありがとうございます。
よい、やん、退院しました。リハビリ頑張る。ただいま、おかえり。おかえり、ありがとうございます。サイ、モンゴリアンプッチョ、ありがとうございます。に、りょう、幕張の群マニア、ありがとうございます。1位、とち太郎、ありがとう。1位、ありがとうございます。イエーイ。じゃあ盛り付けて写真撮って送ります。メールも今から3通送ります。まだ今日2通しか送ってないもんね。待って、確認する。え、待って、2通送ったと思ったけど1通しか送ってない。やばやば、今から4通送ります。昨日言っちゃったからね、公演で5通送りますとか。やば、送ります、絶対送る。お試し撮ってみてください。バイバーイ、ありがとうございました。4通送るよ、バイバーイ、また配信します。ありがとう。